カシラエビは、カシラエビナに分類される、甲殻類の総称、またはそのうちの短脚目ハッチンソニエラかに分類される一種、サンダーシエラアクミナータのはミオである。本項目は後者について扱う。体長は、尾サを除いて2 4ミリメートル。体は、頭部と二重の大切からなるが、外見的には二つに分かれ、頭部は幅広くて、バテ系、そこから続く胸部の、第七。 胸節までは同程度に幅広い。胸部の第8、9節で急に幅が狭くなり、それ以降の腹節と微節は細長い余剰になる。この第8及び第9、胸節とそれ以降の腹節の背板はその両端に三角状に突き出し、やや後ろに曲がった側板を持っている。この部分はトゲ状ではない。体の最後端の微節からはその節とそれより、 前の複節に節を合わせたより長い程度の多さが1、つい出ており、その先端からは束になった4本の指紋が伸びる。最長の指紋は、長,の長さの3倍になる。浅い泥の海底に住む。日本の瀬戸内海及び、有明海に分布し、水深2から20メートルの泥底に生息する。ただしその生息環境は失われつつあるとの危惧がある。 発見時より1980年代までは瀬戸内海や有明海から最終記録があったが、その後しばらく途絶え、特にタイプ産地からは1970年代以降に記録がない。有明海の湾王に広く分布することが分かっては、いるが各地で元来より個体数が少ないものでもあるようで、また環境の変化で影響を受け、絶滅する可能性も考えられる。 日本ベントス学会編では本種を純絶滅危惧種としている。泥底の表面を泳ぎ、泥の中の微小な有機物を餌としている。本属には世界に4種が知られ、日本では本種の他に深海性の種が一種知られる。最初の発見は1963年で、菊池大治が熊本県天草郡霊北町富岡にある九州大学天草臨海実験所の近くの アマモバで発見し、これを C のスエオが新属新種として記載した。第2版、日本大百科全書、世界大百科辞典。頭ビとは、コトバンク。2020年10月20日閲覧。以下、記載は、主として、西村編長、P45、日本ベントス学会編、P174、日本弁トス学会編、P174、日本ベントス学会編、 B174 日本弁と巣学会編 B174 ありがとうございます。